どうもおはようございます。中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。宝くじ動画を撮る上での悩みについて話したいと思います。宝くじ動画撮ってるけど、やっぱり今のところ目立った実績がない。まだロト6、3回しか当選できてない。しかも5等やし、圧倒的にその成果が出てない。だから、何言っても説得力がないんよな。そこがめっちゃ悩みで、早く結果を出さないといけないっていうちょっと焦りみたいなんがある。ロト6、ロト7、両方とも。焦ったらあかんのはわかんねんけど、でも他の人に比べたらやっぱりちょっと、成果が全然出てない。くじ数も、2口とかだから成果が出んのが遅いっていうのはわかるけど、でも、まだ5等3回しか当選できてないから、そこがちょっとな、っていうのは思ってて、やっぱり最低4等は当選しないと、なかなか説得力はないかな、言っても。理想を言えば1等か2等当選できたらええねんけど、なかなか時間かかるやろうし、多分継続さえすれば、その1等2等当選可能性はあると思うねん。でも、時間はかかるやろうな。それでも僕は、諦めずに、このやり方というか、ロト7では引っ張り理論であって、ロト6では、かけ離れた数字と、それから前回の当選数字の近辺の数字を組み合わせる、その予想の仕方、これを継続してやって、なんとか高額当選目指したいと思います。今のところは全然成果は出てないけど、でも継続したら絶対に高額当選できると思うので、応援していただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。